今日はテープ、ボーリングのテープを整理してケースを入れ替えてみたいと思います。いつも使っているテープ、こんだけあるんですけども、このテープを今日はこのルイ・ヴィトンのバッグに入れてみたいと思います。中は結構広いので、たっぷりまだまだ入りそうな感じですね。こんだけ入れてもまだこのような感じに入ります。すべて入ると、こんな感じになりました。でなかなか、高級感のある印象ですね。やっぱりルイ・ヴィトンですと。で大きさも、ちょうどいいぐらいです。で全体を見てみるとこんな感じですね。で中がこんな感じに入ってます。で親指のテープがこちらで、プレカット、親指の滑るテープがこちらで、親指の腹の部分に貼るテープがこちらで、今はあんまり使ってないんですけども、指に貼るテープがこちらで、このような感じとなりました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回も投稿するので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。このようにきちんとテープを使われる方は整頓してみるとテープが出しやすく使いやすいですので、きちんと整頓してみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。